河内銀行とは、大阪府伏施市に本店を置いていた地方銀行であり、いわゆる専門地銀の一つであった。1965年に住友銀行に九州合併された。店舗数は合併直前で21店舗であり、いずれも大阪府東部に置いていた。1952年に伏施を中心に、河内地区の商工業者や近畿日本鉄道さらには伏施市の共同出資によって、 設立、主として3は銀行系の人種によって経営に当たった。大阪府東部を中心に店舗展開していったが、不可で同時期に設立された大阪銀行、池田銀行、泉州銀行と違い有力な資本や経営基盤を書いた上に、同じ地元の信用金庫、信用組合との競争に直面する一方で、以前からの都市銀行の支店もも整備されていて、 成績が振るわなかった。1958年に、住友銀行と提携、住友グループや同グループと関係の深い松下、電気産業が出資するとともに経営陣を派遣した。住友銀行は、河内地方に一店舗しかなく、今後進行するベッドタウン化による大阪経済圏との一体化を見据え、提携に踏み切ったものである。 このため近隣での出店はなるべく避ける等の措置を、取り合併以前からの提携ということもあって1965年に、住友銀行に吸収合併された。なお、旧河内銀行本店は吸収後に、伏せ投資店となったものの、合併間もなく、近隣にあった伏せ支店に統合されたが、その他の店舗の多くが存続し、住友銀行の河内地方での営業基盤の強化に役立った。 ありがとうございます。